やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。今日はこのワゴンある家計画第2弾です。第2弾はね、1弾の終わりにちょっと言ってたんですけど、掃除って言うたね、言うたんですけど、一旦変更。この車動画じゃ伝わらへんねんけど、臭いんですよ。なんで臭いんかっていうと、色の違いとかめっちゃわかります？ヤニやと思うねん。なんのシミなんて感じのシミもあるし、前のね、このワゴンワール乗ってた方がタバコ吸ってたんやと思うんですよ。にしてはさ、なんか今気づいたんやけど、運転席全然白いねん。ここやねんけど、なんでここに乗ってた人がめっちゃタバコ吸ってたの？謎なヤニのつき方してんねんけど、ま、この天井を一旦全部取りたい。その時やっぱゴミとか出るかなと思うんで、掃除はその後にします。このくっさい天井を全部めくってしまって、なんか色の感じも悪いし見栄えも悪いんで、これめくります。で、将来的にこの床の困難もうめくっていきたい。一旦これ取って全部めくっちゃって、皆さんのリクエストが一番多かったのが床をフローリング計画。これ私もやりたいなと思ってるんで、またどっか3段か4段か分かれへんけど、どっかで床はフローリングか何かフラットにしたいと思ってます。じゃあ今日の第2弾は天井めくっていく。今日使う工具はもうまずこれ。何これ、なんだ、初めて見んやけど。これでまずこいつ、これを取っていく。めくったら中になんか刺さってるんですよ。これをまず取った、取って、よいしょ、で飛んできた。ここ2箇所取ったから行くで。なんか取れたあかんところまで取れたで。いける、よいしょ。なにこれ、一回そっち降りていい？よいしょ。結構深いところまでこく。このさ、これを外に出さなんか戻った何これ、来た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 。切りたいな。まずさ、 これを外さな無理って思ったから、ここを外していこう。おー、出た、硬いやつや、これ絶対。これはこれやな。あれ、どうやって開けるの？こうか。ペットボトルってどう？これ閉めてるわ。ほら、おお、はい、取れた。で、まずここを、もう何や、取れた、いい感じ、いい感じ。で、これもちゃん、これはどうなってんの、くっついてるわ。秘宝、今ね、取れへんかったからね、ひねって無理やり取ったら残った。あ、いけんじゃん、マイナスで。ほら、いけた。よし、完璧。こっちや。こっちもやから。この、これなんよ。じゃあ、めっちゃ硬いんやけど。もう！じゃあ、いた！ちょっと
天才。こうや。まずこっちでちょっと隙間作っといて、こっからこうや。天才。しゃ。うい。取れた。ここここ。こっちのシートベルトとこのプラスチック外したんですけど、多分これもやし、でこのサンバイザーのここもそうやし、ミラーもそうやねん。とりあえず一旦全部外します。よし、マジで力技。どこ行った？マイナスドライバーどこ行った？あった。ピリってめくれるぐらいの状態にまでするわ。楽。めっちゃ楽。体勢がしんどいよ。怖い、飛んでくる。でい。え、もうさ、これ外す。めっちゃ上手になってない？よいしょ、取れた。でい。OK。さあ、こいつや。こいつは、あ、折った。ネジが開いてる。まずさ、これ外したらいけそう。こっち、工具の使い分けめっちゃかっこよくない？使いたいだけ。あかん、落とした。絶対あかん、落とした。まあまあちょっと割れたけど OK。 ほんでこれはネジじゃない、ピンやね。オッケー。さあ、とりあえずこっち取るわ。同じやから。ここ取る。うまない。よいしょ。このミラーとかどうやって取るの？あっつ。さあ、こいつどうする？えぐい、汗がえぐい。まず。このまま行ってみるわ。これさ、電気の配線とかもあるんじゃん。あ、取れそう。あ、取れへん可能性。よいしょ。どうなってる？中どんな感じ？無理かな。行くで、もう行ったっていい？もう工具じゃ無理。パキュパキュしてる。あ、指挟まった、指挟まった、指挟まってる。無理やで。なにこれ。いけたー。よし、もういけんで、これミラー取らんでも後ではめ込めるし。しゃ、もう外せるところ全部外したで。行くで。あ、忘れてた。もう外すわ。もう、よいしょ、いた。怖い音する。パキパキよ。取れへんねんけど。取れそう、取れそう、取れそう、取れそう。来た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 。あ、ライトが取れそう。よし、行けたー。なあ、もういい。今度こそ行くで。おお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 。Okay.
こだけ違う、取られへん。取られへん。じゃ一旦前から取ろう。前から取る。やばいって。どういう状況。これはこれでさ、洞窟にいてる気分。よし、ここなんよ。やっぱさ、これ外さな無理。ここも外しちゃうな、無理なのかな。硬いよ。あ、いけそう。ちょっと待って。来た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 。寄れてくれへんねんな。一旦しよう。ミラーミラーミラー無理。ミラー無理か。どうやって撮るんこれ。頑張った。引っこ抜いたった。ほら、いけた。こっち撮れたら簡単や。んーで、これを前に、おいった、どんどん、いけた、うわー、取れたー、しゃ、引っ張り上げよう。見て、じゃーん、綺麗やわ。よしさ、この辺出てきたからさ、なんかできそうじゃない？引っ掛けてさ、あ、すっきりやわ、むっちゃいい。ただ私すっごい汗だくやけどね、やばい。で、今回撮った屋根とか、まあ、この辺の小物がこちら。どう？簡単に撮れるんやね。やっぱ、まあ、ちょっと多少ほぼほぼ力ずくやったけど頑張った。あっつ。でもこう見てもさ、わかるやん、汚いんですよ。だいぶスッキリしました。こうやってさ、いやね、むき出しになって、まあ、ここに電気つけようか、全部くり抜いてさ、サンルーフみたいな感じにすんのもありかなとも思うし、皆さんやったらどうします？何やったらいいんか、私のアイデア以外のものとかもあれば。からさ、なんかこう吊るしてさ、棚みたいな、ありかもしれへん。なんかいろんなアイデアあればコメントに書いてもらいたいと思います。まあ、いろんなアドバイスを参考にさせてもらって、まあ、今から天井やったりテレビやったり、あとね、床フラットやろ、いろんなことやりたいんですよ。やけど、言ってもらった通り私知識ないんですよ。なので皆さんのコメントマジで参考になるので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではでは、ワゴン R これから楽しみにしてんでって思ってくださった方は、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。